船引き分子は、日本中央競馬会立党トレーニングセンターに、所属していた元騎手、元調教助手。父の彦進は、スポーツ新聞の大阪スポニチの元競馬担当記者で、双子の兄は、麻布大学馬術部に所属している。騎手免許は、平地競争、障害競争両方を所持していた。騎手時代2002年に、第21期生として、 JRA 競馬学校に入学するも一年留年。また、騎手免許も取得できず、立党、歌謡ただし、旧者所属の騎手候補生となる。2006年、競馬学校、第22期生として卒業し、騎手免許を取得。引き続き、歌謡ただし、旧者所属でのデビューとなった。卒業時の同期には、田中博康、的場隼人がいる。デビュー戦を、JRA 史上41人目となる。 初起乗初勝利で飾り、最先の良いスタートを切ったものの、翌2007年にはレース中の、落馬により右頭骨尺骨の骨幹部と、左鎖骨を骨折する不運にも見舞われ、減量機種の得点を失う2009年には、機場数が前年の3分の1以下となるなど低迷。その後も、機場実績は振るわず2010年12月20日付で、機種を引退。 中竹和也旧社の調教助手へと転身した。通算成績は634戦20勝。引退時、船引きにデビュー戦の勝利をもたらしたマストビートルはまだ現役場であった。2015年までに調教助手を退任。その後一旦競馬を離れて、児童福祉施設で勤務した後、TCC のスタッフに加わる。2019年5月1日にオープンした。 TCC セラピーパークの旧社長に就任。2007年2月24日に行われた阪神競馬場の障害競争で登りハウツーに騎乗したがレース中に落馬。馬は空馬のままゲートの開いていた競馬場の外へ逃走し各メディアで取り上げられ話題となった。ありがとうございます。